がなっチャンネル、シュッシュ。2023年終わりです。まあもうね、みんな言ってることだと思うんですけど、ほんとあっという間でした。今年最後の動画になるので、2023年振り返っていきます。まずね、まあこうバイク以外だと、今年はね、家電を買った年でした。洗濯機をドラム式にしたり、あとテレビを買い替えたりとか、まあ、その2個くらいなんですけど、でも大きい2個でしょ。だからその家電を買ったなっていうのと、あとソファーも引っ越して1年以上経ってようやく買って、大きい買い物がちょっと多い年だったなって思いました。まあバイクっていうか、 YouTube に関して言うと、今年はタマキのサウナ動画がかなりバズって、何万回再生いってんだろう、すごい、155万回再生いってる。これだけえげつない。2個目もタマキだ。91万回再生、サウナ初心者に整う伝授ってやつですね。初めてのタマキ出てくれたやつ。そうですね、サウナ界がすごいバズったなっていう思い出があります。今年はお父さんにも動画に出てもらったなと思って、まあ、お父さんには新車プレゼントっていうことでハンターカブをプレゼントしたり、あと一緒にツーリング行ったりだとか、あと後半ですね、きっと後半にお父さんいっぱい出てくれたなっていうのは感謝してますね。で、私的にえって思ったのが、ハンターカブを納車した動画よりもお父さんとただツーリングした動画の方が伸びてて、おかしいなみたいな。やっぱさ、元ブログ的には納車ってさ、まあ最近そんなことなくなってきたけど、納車って伸びるはずじゃん。それなのにお父さんともただツーリングしただけ、どれになるって選んでるの方が伸びるんだと思って、ちょっと悔しいなと思って。私はね、ハンターカブの納車もあったりとかして、お父さんと一緒に来年にね向けていろいろやることが増えたなって思いました。あとは今年は熊本でツーリングしたりだとか、サーキット走ったりだとか、そういうのもねすごい楽しかったなっていうのと、私淡路島も走ってるんだ、大阪も走ってるんですね。日本の地方結構行ったんだ。そしてですね、去年1年間は結構雨の日が多かったんですけど、年末にお祓いのツーリング行ったら、今年全然雨降られなかったんですよ。去年は多分ね、動画の 30% ぐらいは毎回雨だったんですけど、今年パラパラぐらいはあったとしてもほぼゼロじゃないですか。フォトブログってそうじゃなきゃね、晴れじゃなきゃ見ててねつまんないですよね。今年はですね、初日の出ツーリングをしたんですよ。初めて初日の出を見にツーリング行ったんですけど、その時にたまたま同じ元グッチのバイク乗ってる方に出会って挨拶させてもらって、なんか元グッチを乗ってる人まず日本でほぼ見かけないから、ほんと嬉しかったのと、あと元グッチのイベントにも呼んでもらったり、今年イベント呼んでもらう機会も多くて嬉しかったな。初体にも行けたし、私やっぱ今までレースってバイクのお仕事する前は全然見たことなかったんですけど、でもね、なんかやっぱ知れば知るほどインタビューしたりとかすると、選手のなんか素の感じとかが見れて、知ってるからこそ余計にレースに熱が入るというか、めちゃくちゃ面白かったから、全日本ロードレースも面白かったし、MotoGP もすごい面白かったんですけど、来年はなんかモトクロスとかも見たいななんて思ったりしました。で、なんと登録者なんですが、今この撮影してる時点では 14.3 万人です。2023年は 3.9 万人登録者が増えました。ありがとうございます。なんですけど、その今年1年、2023年は2022年よりも登録者の伸び率が 5% 落ちてます。なんで来年2024年は20万人を目指して、ちょっと夢を大きくということで、20万人を目指して YouTube 頑張っていきますので、皆さんもね、この YouTube 見てたら、走れなっチャンネルのハッシュタグをつけて、
感想をつぶやいてくれたりとか拡散してくれたら嬉しいなと思います。それでは2023年の動画で私が皆さんにおすすめしたいトップ3を発表します。まず第3位、福岡ツーリングしたら最高の景色に出会えて泣きそうということで、福岡県の平尾台のカルストを走った時ですね。もうやっぱり関東って本当に山走っても木が高いから、これカルストみたくこの下木が低いところを走るのすごい感動して、私的にはめちゃめちゃ楽しかったです。第2位、父が欲しがっていたバイクをプレゼントしたら間違えてて泣きそう、納車サプライズということで、ハンター株をお父さんにプレゼントしたらまさかのお父さんが欲しがってた色とは違う、むしろ一番そのランク的に下のあの色をプレゼントしてしまって、私は父親は緑が欲しいって言ってた気がしたんだけど、なんかお父さん的には緑じゃないのがいいって言ってたらしくて、なんかどっかで聞き間違えちゃったんですよ、私メモにも残してたのに。だからその時のお父さんのなんか緑みたいな、あのその時のテンションがもう一回ねカラーリングをチェンジして、あのもう一回納車し直した時にのテンションのさ見返すとすごくて、緑の時なんてまたがろうともしなかったんですよ。なのにかもうルンルンでうわこれこれみたいな感じになってるのが、まあ、ちょっと見どころですね。第1位、お金がなくてご飯食べれませんでしたです。これね、お金現金を持ち歩く癖が結構なくなってるじゃないですか今って。だからライダーズカフェって結構現金じゃないとダメなところもあったりとかして、電子マネーしかもう持ってなかったんですよ。だからそっからは確実にお金を常にいろんなところに入れるようにしてるんですよ。で去年浜松でレンタルバイクしようと思った時に免許を忘れていっちゃってレンタルできなかったことあったんですよ。でそこからはお財布に免許じゃなくてカードケースに、てかキーケースに免許入れるようにしてるんですよ。そしたら家出る時に絶対持ち歩くじゃないですか。でもそれはしてたから免許はあったんだけど、そのキーケースにはお金は入れてなくて、だからそれからお金がない、現金ないってなったから、キーケースにも現金数千お札入れるようにして、でちゃんとねそのお金がないから席に着いたのに、ごめんなさいお金ないんで帰りますって言って帰って、でごめんねみたいに言ってくれて、でもなんかちょっと申し訳ないなって気持ちがあったので、もう一回現金を持ってご飯食べにちゃんと行きました。それが6ヶ月前のお金って大切、現金持ち歩き推奨っていう動画ですね。いや本当にねこれはね気まずかったですね。意外と何だろう、つながってる動画とかもあったりするんで、両方とも見てくれたら嬉しいです。さあそれでは走れなっチャンネルを視聴してくださってる皆さん、2023年も応援ありがとうございました。来年もねできれば今年の秋やったみたいな集まれなっチャンネルミーティングを、まあボリューム1だったのでボリューム2をまた春先できるようにちょっと準備してますので、まだちょっとどうなるか分かんないんですけど、開催した際にはぜひ皆さん集まって一緒におしゃべりしましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。来年20万人目指すので、皆さんチャンネル登録絶対絶対よろしくお願いします。良いお年をお迎えください。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。